二回線形微分方程式物理学でもよく出てきますねどうも、ナヌです今回のテーマはこちらになりますジャジャ定数係数二回線形非同時微分方程式同時型の微分方程式の基本解 そして、この非同時型の特殊解ですね。特殊解が分かれば。晴れて、一般解は和の形として出すことができます。その非同時型の特殊解ですね。こちらの導出方法をご紹介していきたいと思います。では、次の動画をどうぞ。はい、では、早速微分方程式の第十三弾。定数係数二回線形非。 同時微分方程式はいこちらですね非同時なので右辺にはラージ R x がいますこちらの特殊解の出し方を進めていきたいと思います同伴方程式の部分のここがイコール0ですねこの定数係数2回線形同時微分方程式ですねその同伴方程式はもう第12弾で行ったのでここでは特殊解の出し方を 進めていいいいきたいと思いますはい、d2y dx+adyx+by=rx の形の式を定数係数2回線形非同時微分方程式と言います。ププラス AY プラススはダダッッシシュュの乗とも表します。また Y' プラス AY' プラス BY イコール RX の一般解は次のように Y イコール Y0 プラス C1Y1 プラス C2Y2 のようにはい Y' ダッシュダッシュプラス AY' プラス BY イコール RX の特殊解 Y0 ですねこちらですとその同伴方程式 Y' ダッシュダッシュプラス AY' プラス BY イコール0の一般解ですね はいこちらですねそれをラージ y として c1y1+c2y2 プラスとしますねこれの和で表現できるので y0 と y' を求めますこれが定数係数2回線形非同時微分方程式の一般解を出す算段となっておりますねはい同伴方程式は定数係数となっております 同伴方程式は第12弾のやり方で一般解 largey を出せるので今回は y'++ay'+by=Rx プラスの特殊解 y0 を出す方法を考えますこの特殊解が出れば晴れて一般解を出すことができますねはいこちらもやはり定数変化法を使います y'+ay'+by=Rx プラスイコールの特殊解 y0 の導出ですまずこの特殊解 Y0 Y0 をイコール C1XY1 C2XY2 プラス C X と予想してみますはい、こちらですね。このような形の解になるということを予想してみて話を進めていけば、うまく特殊解を見つけることができるのです。はい、これは事実として覚えておきましょう。すると、y0' イコール、はい、微分、そのまま、足す、そのまま、微分になってますね。 はい、右側も同じく、微分、そのまま、足す、そのまま微分の形になってます。はい。そして、こちらですね。まず、カッコを外してあげます。そして、左側には C1 ダッシュ X と C2 ダッシュ X。そして、右側には C1X、C2X のように、左側にダッシュがついている。右側にはついてないように、半分に分けてあげます。 基本解である y 1と y 2は左側に来て y' 1と y' 2は右側に来てますねはいこのように分けてあげますはいここで c 1 x × y 1プラス c 2 x × y 2イコールゼロを満たすような c 1 x と cx 2 x を探してみましょうはいこちらですねここの部分がイコールゼロとなるような特殊解 y 0が見つかるのかどうかっていうものを利用していきたいと思います 見つかればそれを特殊解とした方がもっと簡潔に書けていいですねなので見つかるかどうかを今から調査してみようと思いますはいするとこの赤い部分を満たすっていうことから y0' っていうものはこの右側だけの部分になりますね c1x×y1' ュプラス c 2 x × y 2となりますはい y0'=c1x×y1' ュプラス c 2 x × y 2こちらから y0' を求めてみます はい、微分そのまま足すそのまま微分ですね y1 ダッシュダッシュとなってますね同じく右側も微分そのままそのまま微分となってて y2 ダッシュダッシュが出てきてますはいこちらの順番を入れ替えてあげます左側にはこの y1 ダッシュダッシュと y2 ダッシュダッシュが来るようにして右側には y1 ダッシュ y2 ダッシュが来るようにしてますねはい y 出しだしプラス ay 出しだし p l u b y イコール rx に特殊解 y0 を当てはめた y0 出しだしプラス ayy0 出しだし p l u b y 0 y 0イコール rx に y0 出しだしと y0 出しだしの値ですね。先ほど出しました。こちらとこちらをはいここに代入します。するとはい次のようになりますね。はい長いですね。 ここの部分がこの y0 ダッシュダッシュです。そしてここの部分が y0 ダッシュの部分。そして最後の部分が y0 の部分ですね。で、rx となっております。c1x でくくってあげると y1 ダッシュダッシュと a、y1 ダッシュと b が出てきますね。はい。そして次に c2x でくくってあげます。はい。こちらも y2 ダッシュダッシュと、こちらですね。 y2 ダッシュと a ですねそして y2 と b がいますねなのでこのようになりますはいそして残った部分ここの部分ですねここの部分を書いてあげますでイコール rx ですねはい先ほどの式ですこの式っていうものは同伴方程式の基本解により y1 プラス a ay1 プラス by1 イコール0と y2 プラス a ay2 プラス by2 イコール0となることからこうですねここの部分がイコール0となりますねはいそのことから次のように右側の部分ですねここの部分だけが出てきますね c1 dash x×y1 プラス c2 dash x×y2 イコール e q u a rx が出てきますはいそして 前の方にもともとは c1'x×y1+c2'x×y2=0 これを満たす c1x と c2x を探していましたねなので次のようにこちらの式とこちらの式ではいこちらを丸2こちらを丸1とするとこのようにですね連立方程式を作ることができるのではないでしょうかはいこちらは行列で表現し直すことができますねここの部分が 行列になってここの部分もゼロ Rx となってますね。はい先ほどの式です。この両辺に左から逆行列をかけます。ここの部分の逆行列をかけると逆行列を持つためにはここですねここの部分を W とします。この W っていう部分の行列の行列式ですね。y1y2 ダッシュマイナス y1 ダッシュ y2 となります。これがゼロでなければ 確かに逆行列が存在しますねはいこのことにより逆行列を持つ場合ですねつまり行列式がゼロじゃなない場合にののみこのような逆行列を持ちました逆行列の式ですねしっかりこれも覚えておきましょうそしてこれを両辺に左からかけてあげますねこちらの式の両辺に左からこの逆行列の式をかけてあげるとはい次のようになりますね ダッシュこれが出てきますそして左からかけてあげるのでこちらは単位行列となって消えてこう何もないですねしたがってこちら側にも左からこのように逆行列がかけられてありますはいしたがって次のようになりますねこの行列の積を計算してあげると次のように y 2 r x y 1 r x となりますねそしてここの分数の部分はそのままです もちろん、ここは行列式なので、普通の値なので気をつけてください。したがって、こちらですね、この上の式により、c1'x というものは、マイナス、ダブ y1y2 分の y2rx となって、c2'x というものは、w ブ y1 y2 分の y1rx と,となります。はい、この W というものは、こうですね。 行列式の部分なので気をつけてくださいはい先ほどの式ですこの C1'x と C2'x によりはい次のように両辺を x で積分してあげるとはい C1x と C2x で出てきますね以上により特殊解 Y0 というものは Y0 イコール C1XY1 プラス C2XY2 だったのではい 求めたたい C1X C2X ととがなんと出てきましたはい以上により特殊解は y0 イコールマイナス y1 インテグラルここですね c1x の部分はインテグラルダブルカッコ y1 カンマ y2 分の y2rx dx そしてここですね y2 はそのままきて c2x の部分がインテグラルダブル y1 カンマ y2 分の y 1 Rx dx となってはいうまく導出することができましたはいしたがって y 出し出しプラス ay 出しプラス by イコール rx の特殊解っていうものは次のように y0 イコールマイナス y1 インテグラル w 括弧 y1 カマ y2 分の y2rx dx プラス y2 インテグラル w 括弧 y1 カマ y2 分の y1rx dx ですねはいうまく導出することができましたね はい、以上により y++a+by=rx y、A BY、の一般解 y というものは、はい、最初に示した y=c+c+y+y 1 1 y 1、C、2 y 2 y 0ですね次のように一般解を出すことができるのですなのでこちらの式は具体的に覚えておくと便利です、はい、では具体例をやっていきましょう 微分方程式 y' プラス 3y' プラス 2y イコール e の -2x 乗 cosx これの一般解を求めようということで早速こちらの一般解を求めていきたいと思いますまず同伴方程式 y' 3y' 2y ププラス3 y ダッシュプラススイコール0の基本解解と一般解を求めますまず基本解 y1y2 のどちらかを y イコール e のラムダ x 乗と予想してみて余式に代入すると次のようにラムダの2乗 e のラムダ x 乗プラス3ラムダ e のラムダ x 乗プラス 2e のラムダ x 乗イコール0となりますね。はい e のラムダ x 乗でくくるとラムダの2乗プラス3ラムダプラス2が出てきますね。 はい。また、e のラムダ x 乗っていうものは正になるので、両辺を e のラムダ x 乗で割ることができます。すると、ラムダの2乗プラス3ラムダプラス2イコール0が出てきますね。また、判別式 d は9マイナス8イコール1となって0より大きいことから、異なる2つの実数解を持つので、次のように因数分解して、はい。ラムダイコールマイナス2とマイナス1が出てきました。はい。特性方程式の解ですね。はい。 そして解くときは、もうここの部分ですね。もうここの部分はいちいち書かなくてもいきなり特性方程式ですね定数係数2回線形同時微分方程式のでもういきなりここですね特性方程式を作ってあげてもう因数分解してこのように出してあげてもいいと思います。はい、よって基本解は y=e のマイナス 2x 乗と y=e のマイナス x 乗となりました。 以上から同伴方程式の一般解は y イコール c1e のマイナス 2x 乗プラス c2e のマイナス x 乗となりました。はい、次に y 出し出しプラス 3y 出しプラス 2y イコール e のマイナス 2x 乗コサイン x の特殊解を求めてみたいと思います。特殊解を y0 とするとこの公式ですね。y0 よるマイナス y1 インテグラル w 分の y2rx dx プラス y 2インテグラルダブル分の y 1 rxdx でありました。同伴方程式 y ダッシュダッシュプラス3 y ダッシュプラス2 y イコール0の基本解は、y 1イコール e のマイナス二 x 乗、y 2イコール e のマイナス x 乗でしたね。したがって、ダブルの部分ですね。こちらのローンスキアン、このローンスキアンの部分は、このように y 1 y 2ダッシュマイナス y 1ダッシュ y 2となります。 基本解 y1 と y2 をこのロンスキャンに当てはめると次のようになりますね y2' は -e の -x 乗そしてこの y1' というものは -2 の e の -2x 乗となりますねこちらとこちらの部分はちゃんと微分してあげましょうはい以上によりこちらの部分は -e の -3x 乗こちらの部分はここがプラスになって2の e の -3x 乗となりましたはい以上から e の -3x となりますねこちらの部分は同類項で計算することができますなのでこれらを特殊解 y0 の公式に代入してあげますするとはい y0 イコール −e の −2x 乗インテグラル e の −3x 乗分の e の −x 乗る e の −2x 乗 cosdx+e プラスの −x 乗インテグラル e の −3x 乗分の e の −2x 乗 c o s かける e のマイナス 2x 乗コサイン x dx となります。はい、ローンスキーアンの部分が5ですね。e のマイナス 3x 乗となってますね。そしてここマイナス y1 なのでマイナス e のマイナス 2x 乗そしてこの y2 の部分が e のマイナス x 乗となってます。そしてこちらの部分ですね。r x の部分がこの元の式の e のマイナス 2x 乗コサイン x なのでこちら側に来てます。そしてこうですね。 Y2 Y1 がが来てが来ててますはいここで y 1と y 1を逆に設定してしまった場合ここの y 1がこちら側の e のス x 上として y 2を e のス2 x 上としたとしますはいこの時でも全く同じ解が出てくるので安心してくださいはいこちらの式ですね特殊解 y0 の部分こちらを計算していきますまずここですね ここの部分で約分ができます。そして、ここと、ここの部分も約分できて、マイナス X 乗となりますね。以上から、以上から、マイナス E のマイナス 2X 乗かけるの、インテグラル、c o s x だけが残りました。で、DX プラス、この右側の部分は、E のマイナス X 乗、インテグラル E のマイナス X 乗 c o s x d x となりました。はい、そしてこの青い部分と赤い部分ですね。こちらの、 インテグラルの部分を計算してあげましょうはい青い部分はそのまま sinx となりますねそしてこの赤い部分ですねこちらははい次のように部分積分を2回繰り返しますするとここにまたインテグラル e のマイナス x 乗 c o s ン x d x というふうに出てきました部分積分のやり方はここですねここの部分の部分積分のやり方はこちらとこちらを縦に変えてあげます まず f イコール e のマイナス x 乗として g' ダッシュイコールコサイン x としますそしてどん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 左側は微分していきますはいこのように微分してあげますそして右側はどん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 積分してあげますはいそしてプラスマイナスプラスのようにプラマイプラマイというふうに順番にしていきますで途中で終えてあげます どちらかが0になればそれで終了なんですけども今回はどちらも0にならないので途中で終えてあげますそして上からプラスなので掛け算してあげたもの e のマイナス x 乗 sinx そしてここマイナスがあってマイナスがあってマイナスがあってって3つマイナスがあるので次の掛け算はマイナス e のマイナス x 乗 c o s ン x そして最後横側になっているのでここにマイナスがいることから横側になっているものは インテグラルとして残してて残あげるこのように連続で部分積分をする方法があるのですがその解説はこちらでは省略しますなので部分積分を是非習得しておいてくださいその部分積分の結果により次のようになりますねはいしたがって先ほどの式を見てみるとこちらとこちらを移項してあげますすると2インテグラルなぜなら同類項だからです そして右辺は次のように e のマイナス x 上でくくってあげるとこのようになりました。はい。したがって、これ1、2分の1を両辺にかけてあげると、なんと、インテグラル e のマイナス x 上 cosdx x の値が、はい、このように出てきますね。こちらのやり方はぜひマスターしておきましょう。はい。以上から、この赤い部分と青い部分を出すことができたので、特殊解は y0 イコールマイナス e のマイナス 2x 上、 sinx プラス1 2分の 1e のマイナス 2x 乗括弧 sinx マイナス cosx となりました。はい、特殊解なので積分定数 C はもう省略してあげます。はい、以上から微分方程式 y ダッシュダッシュプラス 3y ダッシュプラス 2y イコール e のマイナス 2x 乗 cosx の一般解ははい特殊解と同伴方程式の一般解の和で表現できましたね。なので次のようになります。 y イコール c1e の -2x 乗プラス c2e の -x 乗 -1 分の1かっ e の -2x 乗 sinx プラス e の -2x 乗 cosx はい、このように出すことができました。はい、いかがだったでしょうか。このようにして定数係数2回線形比同時微分方程式の一般解の求め方っていうものをご紹介いたしました。その場合にここの部分ですね、この部分の特殊解、 元の方程式の特殊化の出し方を覚えていれば出すことができますね今回は以上になります最後までご視聴ありがとうございました